皆さんこんにちは、モーターマガジン編集部の河内と、はい、モータージャーナリストの岡本浩一郎です。岡本さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、新しくなったホンダのベゼル、こちらの内外装チェックですね、はい、こちらを岡本さんと一緒にやっていこうと思います。はい、ベゼルはですね、2021年にこの現行型になりました。はい、2代目ですね。はい、で初代も非常に人気が高くて、うん、この2代目も、よく売れてます。もう老若男女問わず、ね、うん、似合う絵になる車なんですよ、ベゼルっていうのは。ね、かっこいいですもん ね。そこがまた人気の秘訣だったりしますので、はい、で皆さんに代わってですね、まずは僕らが新しいベゼルどうなったのか、ね、しっかりチェックしてお届けしたいと思います。はい、岡本さん、この新しいベゼルって何が変わったんですか？そうですね、基本はそんなに大きくは変わってないんですが、うん、変わったポイント一つはこの顔です。まずグリルが変わりました。はい、でそれに合わせてバンパーのデザインも変わりました。グリルはですね、今までちょっと上が広くて下が狭まっているような形だったんですけど、うんうんうん、それがスクエアに近い形状になりました。より面積が広がりました。うん、はい、さらにですね、バンパーがこの辺りもうちょっとですね、ラインが入ってて少し狭まってたんですけれど、はい、よりシンプルなデザインになりました。じゃあすっきりしたってことですね。そうですね、うんうん、今回のデザインのテーマがモアシンプル、モアクリーンということで、ですね、それを表現したデザインになってます。これじゃあ最近のホンダ顔になったっていうことですよね。はい、そうですね、なんか最近ホンダからデビューしたですね、 WRV にちょっと、はい、通じる雰囲気があるなと思いました。確かこの四角いグリルって似てるかもしれないですね。はい、ですよね。うん、でこの辺の形状なんかもこう今流行りのフラットデザインっぽい雰囲気になりましたよね。ヘッドランプですね、はい、これアダプティブドライビングビームが内蔵されました。お、これも今回のポイントです。じゃあすごい安全性も高まったってことですね。そうですね、はい、じゃあそのままサイドを見ていきましょうか。岡本さん、これサイドって何か変わったんですかね？サイドは大きな変更はないですね。うん、はい、ベゼルのポイントをいくつか整理するとですね、はい、まずこう水平基調であると、はい、であとクーペライクなフォルムでこうリアドアのこのドアノブがここに内蔵されている。あ、これね、はい、確かにベゼルって初代もこれでしたよね。初代もそうでしたね。かっこいいですよね、やっぱこうやって見るとスタイリッシュな感じがします。ね、はい、これがベゼルの一つポイントですね。はい、であと今自分がパッと見たら、はい、こうすごい腰高感 SUV っぽくて、はい、なんかすごいこう車高がとか地面が、はい、から高い感じがリフトアップされてますよね。はい、これ最低地上高ってどのくらいあるんですか？はい、FF で195ミリ、はい、で AWD で180ミリと結構確保されています。はい、じゃあ、ね、段差とか乗り越えるときは楽ですよね。はい、そうですね、それだけ確保されてればあんまり気にせずにどんなところでも行けるかなと思います。車高はそんなに高くないけど最低地上高はそれなりに確保されているということですね。わ、はい、かりました。はい、岡本さん、これリアは結構印象変わりましたよね。はい、そうですね、大きくは変わってないんですけど、ここです、これ、はい、はい、リアコンビライトだけが一式まるっと変わっています。はい、このデザインがですね、はい、なんかまっすぐっぽくなりましたかね。はい、そうですね、まっすぐの2段構成になってて、あ、2段、はい、はい、これフロントのデザインとより調和したものになってます。はい、はい、で、全て LED になりました。今まで一部バルブだったんですけれど、フル LED 化されました今回。じゃあウインカーとかも全部 LED になったんですね。はいはい、全てです。じゃあこれは朗報ですね。はい、はい、そこが新しいですね。はい、はい、そしてベゼルといえばですね、特徴、これもう今までもそうだったんですけれど、お、電動テールゲートですね。ハンズフリーですね。ハンズフリー、おー、はい、じゃあこれが装備されてるんですね。はい、うん、でこれトノカバーもこれついてるのは、これくっついてるんですね。そうですね、簡単に取り外せるタイプのついてますね。はいはい、へー、でこの車にはプレミアムサウンドシステムが搭載されていて、はい、ここウーハー入ってますね。うんうん、はい、これ荷室めちゃくちゃ広くないですか？広いですね。これはホンダならではのですね、センタータンクレイアウトのおかげで、はい、この間口が低くて、でフロアも低いという荷室が、はい、フラットですよね。はい、実現しています。床下の収納があるんですね。ちゃんとスペースありますね。はい、じゃあ使い勝手めちゃくちゃ良さそうですね。はい、ベゼル便利なんですよこれ。さすがホンダ、さすがベゼルですね。はい、はい、岡本さん、インテリアは何が変わりましたか？はい、まずですね、
この辺りです。センターコンソールです。はい、はい、今までですねちょっとドライバーファーストすぎる作りになってたんですけど、今回ですねこの2段構成になりました。はい、はい、それでトレーの面積が広がって、スマホ充電するためのトレーもですね、これ助手席側からも運転席側からも両側からアクセスしやすい構造になりました。こうやって入れられるようになったんですね。はい、確かにここ大きくなりましたよね。そうですね、大きくなってますね。より使いやすくなったと思います。はい、はい、助手席の前のパネルですね、これ、はい、ここがですね、うん、あの選択できるようになりました。あ、変えられるようになったんですか。はい、はい、好みで、選べるようになったと。あ、それはいいことですね。はい、メーターも表示できる情報が増えました。はい、これ例えばですねこの、はい、ブレーキ踏むとですね、ブレーキ踏んだとかですね、ウィンカー出すとウィンカー出したとかっていうのが、はい、こうメーター上でも分かるようになりました。じゃあ安全性も高まったって感じですね。はい、分かった方がいいですよね。はい、はい、でベゼルといえばですね、まあ、今回変わったわけではなくてもともとそうなんですけど、いくつか特徴的なところがあります。おさらいするとまずこれですね、そよ風アウトレット、風が直接この顔とかに当たらないようにするモードが選べると。あ、外側をこう、はい、へえですね。まあ全体的に見てですね、こう水平基調で非常にこう、うん、このクラスとしては非常にクオリティ感の高いインテリアになってますね。本当ですね。ソフトパッドとか、ね、はい、そうなんです。本革巻きとかになってて質感めちゃくちゃ高いですね。そうなんです。これもベゼルのインテリアのポイントですね。はい、岡本さん、これリアシートめちゃくちゃ広いですね。そうなんです。ベゼルってこういうちょっとクーペライクなフォルムで、はい、サイズもそんな大きくないんですけど、リアシート結構広いんですよ。頭上も結構余裕がありますよね。はいはい、ちゃんと空間アクシコプシャ入るぐらい。膝前も広いし、フロアも割とフラットでですね、はい、広々してますよね。エアコンもついてますよね。そうなんです。このクラスでちゃんとリアのエアコンの、吹き出し口があるっていうのもポイントですね。リアシートで新しくなった部分はどこですか。はい、じゃん、これです。ヘッドレスト。ヘッドレスト、はい、はい、これまでの倍ぐらいの大きさになりましたね。確か大きいですね。はい、やっぱりですねベゼルといえどもですね、リアシートの使用頻度も結構高い、うん、で、その、 あのリアシートに座る人にとってヘッドレストって結構大事なものなんで。そうですよね。はい、じゃあ快適性も安全性も上がったってことですね。はい、すごい、これ快適ですね。はい、はい、岡本さん、はい、先ほどは赤色のベゼル、あれは Z グレードだったんですけども、はい、こちらはちょっとまた雰囲気違いますけども。そうですね、はい、今回これも新しいベゼルのポイントの一つです。はい、新たな個性が加わりました、うん、ハントパッケージと言います。はい、はい、ハントパッケージ、はい、X グレードに設定されてます。はい、はい、アウトドアライフを好むような、よりアクティブなカーライフを好む方に向けたグレードになります。うんうんうん、じゃあキャンプとか山とか川とか、そういうところに遊びに行く人のって感じですかね。はいはい、が似合う感じですね。はい、どこが違うかというと、まずフロント周りだとこの通りカッパー色のアクセントがこう、これですね、はい、配、はい、されています。本当だ。はい、でタイヤもですね、うん、Z グレードは18インチだったんですけど、こちら16インチになります、タイヤホイールが。でそれに伴って前高がですね、10ミリダウンの1580ミリになります、うん、少し下がりますね。はい、はい、これボディカラーはどういった、はい、なんか素敵な色ですけど。そうなんです、ボタニカルグリーンパール。おお、ちょっとアウトドアっぽい、はい、あのグリーンカーキの色、はい、なかなか新鮮ですよね。はい、うん、この雰囲気似合いますよね、このハントパッケージに。確かに、はい、とってもいい色ですね。はい、岡本さん、はい、このハントパッケージのリアの特徴は何ですか。はい、リア周り自体は、はい、違わないんですけど、はい、これですよ、これ。お、これルーフレールがついてるのがハントパッケージの大きな特徴です。はい、やっぱりルーフレールあると雰囲気全然違って見えますよ ね。なんかもっとこうやっぱ SUV っぽい感じがして、はい、あのちょっとねこうアウトドアっぽい感じがしますよ ね。うん、もうこれあるだけでがぜんアウトドア行きたくなっちゃいますよ、ね。はい、はい、そしてあのハントパッケージはですね、X グレードの設定なので、はい、テールゲートは手動開閉になります。はい、重さはどうですか。割とダンパーも効いてそんなに苦にならないですね。うん、はい、これだったら使い勝手全然問題なさそうですね。うん、はい、このハントパッケージのインテリアはどういう違いがありますか。はい、はい、これですね、もうパッと見で結構雰囲気がですね、なんかハントパッケージならではの雰囲気が出てるんですけれど、これカーキ系の色でまとめられていますね。でさらにシートですね、はい、これなんかあの専用のデザインでかなり特徴的ないろんな色が入ってて、ね、いろんな色が入ってて、はいはい、でしかも、はい、この座面の部分とこの背中の部分とか撥水発油加工されたファブテクトが
用いられてると。じゃあもう本当アウトドアっぽい感じの雰囲気にぴったりですね、はい、そうですね、はい、リアシートはどういった違いがあるんですか。はい、はい、これですね、リアシートもフロントと同じようにこのハントパッケージならではの特徴的なデザインとですね、うんうん、素材が採用されています、はい、よくですねこういう車でフロントは凝ってるんだけどリアはちょっと手抜きしてあるものっていうのが見受けられるんですけど、ハントパッケージならそんなことはありませんね。ちゃんと、ね、はい、フロントと同じように質感高いですね、はい、ですね。あとはどんな違いがありますか。はい、そうですね、このハントパッケージは X グレードがベースなんでリアシート向けのこの空調の吹き出しっていうのはないですね。ですね、その分あの小物入れのスペースになってますね。でここ結構便利そうですね。そうですね、ここにもペットボトルとか入りそうですね、うんうんうん、ドライブのお供にコーヒーを飲む方も多いと思います。なのでこの新型ベゼルにはコーヒーカップそれからペットボトル入るのかどうかチェックしたいと思います。はい、まずは運転席周りからチェックしたいと思います。センターコンソールはですねこの通りシフトの後方に、はい、縦に並んでます。まあ高さ的にはこれぐらい、ちょっと上がるぐらいで、まあこう運転しながらですね飲みたくなった時に簡単に取り出せるかなっていう感じですね。ドア側はですねこの通り入るんですけど、ちょっと蓋がキツキツでですねこう取り出す時に外れちゃったりしそうなんで、ペットボトルの方が適してるかなと思います。ではリアシートのチェックしていきます。入れます。はい、あ、ぴったり入りましたね。これだったらあの全然あの隣のドリンクとも干渉せずにぴったりと収まります。これいいですね。あとですねドア側にドリンクホルダーがついてるんですね。でこれはですねこのように意外とすっぽり入ります。ただちょっとこれもですね蓋がもしかしたら外れちゃうかもしれないので、こちら側にはですねペットボトルを入れると、まあ、すっぽりはまるかなと。ここちゃんとえぐられててドリンクホルダーのこと考えられてますね。小本さん、ドリンクホルダーチェックいかがでしたか。はい、フロントには4つ入りました、はい、でリアにも4つ入りました、はい、ってことは合計で8個、はい、ですね。もう必要十分って感じですね、はい、はい、岡本さん、続いてご紹介するこのグレードはどういったグレードですか。はい、これはですね、はい、Z のプレイパッケージになります。プレイパッケージ、はい、プレイってもともとグレードありましたよね。そうなんです。今までですねプレイってグレードの一つだったんですけど、うんうん、今回 Z で選べるパッケージオプションというふうに位置付けが変わりました、うんうん、はい、でもおかげでちょっといいことがあって、はい、今までプレイだとついてなかった装備が、はい、今回ですねこの Z と同じ装備になったので、うんうん、非常に充実した仕様になったということですね。なるほど、はい、じゃあ早速ちょっとデザイン見てみましょうかね、はい、普通の Z と比べると何が違うんですか。はい、まずここですね、はい、はい、ここ今までもですねこう縦に白赤青って並んでるですね、うんうんうん、もうマークがあったんですけれど、今回横になって色もちょっと変わりましたね。トリコロールの色と、はい、あの配色が変わったってことですね。そうですね、うんうん、あとここがなんかシルバーになってるのも違うそうですね。そうですね、うんうん、はい、これあのボディカラーですね、はい、シーベットブルーパールという色なんですけど、これはあの他のベゼルのグレードでも選べるんですけれど、このシルバーとのツートンっていうのは、はい、プレイパッケージならではの仕様になります。これ新色だと思うんですけど、はい、すごくあのなんか素敵な色ですよね。そうですね、シックな感じでこうベゼルにまた一味違った装いになって、はい、いい雰囲気出てますよね、はい、以前のプレイと比べてリアはなんか変化はあるんですか。はい、リアコンビランプがですね、以前はプレイは専用でですねクリアタイプだったんですけど、今回他のグレードと共通になりました。でこれもフル LED になってるんですよね。フル LED になってます、はい、じゃあちょっと見た目雰囲気変わりましたよね。そうですね、変わりました、うん、岡本さん、はい、プレイパッケージのインテリアはどういった違いがありますか。はい、まずはですねこのホワイト基調のデザインですね、はい、はい、でシートのデザインも専用になります、うんうん、はい、これもまた結構特徴的ないい雰囲気が出ています。そして何よりですね、はい、このブルーの差し色ですね、これですね、はい、アクセントが随所に配されています。これ外観もですねサイドガーニッシュにもですね同じように入ってるんですけれど、うんうんうん、このブルーのアクセント、これまでプレイの時はですね、はい、オレンジだったんですが、はい、今回ブルーになりました。これ結構なんかまるでアンビエントライトのようにです ね、なんかなり明るいですね。そうなんです、うん、光ってるかのように見えます。なるほど、じゃあ随分雰囲気変わりましたよね。そうですね、かなり変わりました。
あと今ちょっと思ったのが、はい、Z になった、 Z グレードになってるから、はい、ここ独立になってますね。そうですね、左右独立の温度調整が可能になって、なんかより上質 な、 ね、高級感出ますよね、これだけでも。はい、はい、岡本さん、リアシートの違いはどうですか？はい、はい、まあ、基本同じなんですけど、最大の違いはやっぱりこれですよね。非常に、パノラマルーフ、はい、面積が広い、より開放的なドライブが楽しめると、ね、これなんかもう本当頭上のここ目線が見えるところ全部上が開けてる感じがして、そうですね、あの開放感がもう全然違いますね。そうですね、でフロント巻いてるんで、よりこの恩恵を享受できるのはリアシートに座った人ですね。今回プレイはこれ選択できるようになったのもポイントなんですよね。そうですね、うんうん、これまでプレイは必ず装着されてたんで、うんうんうん、そのおかげでですね、ちょっと納期が遅れたりしてたんですけど、今回納期を早くしたい人はこれを装着選ばなければいいっていうですね、うん、逆に装着する人も今までより納期短くなってるってことですもんね。そうですね、はい、確かにこれは朗報ですね。いろいろメリットがあります。はいはい、岡本さん、今日は内外装チェックやってきましたけど、はい、いかがでしたか？はい、なんかこういろいろ気の利いた変更がされてましたね。そうですね、細かいけどなんかすごい実用的な変化が、ね、うん、ね、あって、ここがこうだったらいいなみたいなところがそのようになってたかなと思います。ちなみに走りはどうなんですか、ね。はい、走りの方もですね、これまたですね、結構全面的にですねブラッシュアップされてるらしいんですよ。はい、はい、じゃあそれは試乗編でお楽しみください。はい、はい。